パ<初>チャンネル今どっちが言うんだどっちが言うんだみたいな攻防戦がありましたけれども言っていただきましたはい、はいはい、自己紹介いきましょうはいえ私ティンクルコーポレーション所属のフリスケ氏タレントパーツ石破ですはいそして菊池誠ですはいえオリベマチコですはいまあ何を話そうかということなんですけれどもはいもう間もなくですね 千葉大道芸はい五月二十五二十六でございますね、うんはい、千葉大道芸というか、えー、大道芸フェスティバル,ィバルイン千葉,千葉っていうのが、はいえー、正式名称なんですけれども、うんうん、はい、はい、ですね、うん、ねえっと何度か出演はされてるんですね皆さんね、うん、はいえっと、えー、私が 一昨年と去年「ファンタスティック・ドールズ」で出演をしていますパッツさんは僕はもうかれこれ1415年前に <laughs> えとまずソロで出てまして2回ぐらい出てるんですよ。うん、でしかも僕なんかあの新聞社の取材込みのがあったりとかでそのあ、えー、とに「ファンタスティック・ドール」で1回出てるのかな1回出てるからまあでも言ってみたら3回ぐらい。 私もその「ファンタスティック・ドール」で一度たこの間実は白金でね生配信の時その話になって僕がもう応募系かまして「えっいたっけ?」とか言ってていたよね」みたいなねことでございますけれども今回は人形ではなく去年は人形でマチコちゃんが。 そうです。あの、まあ、えー、引き連れて、出てるんだよね。まあ、引き連れてっていうか、みんなと一緒に、出ましたね。うん、はい。なんか、すごい、いい感じでしたよ。引き連れてではないんだ。あ、そうですね。うん、あの、私、別に、私の弟子とかではないので、うん、みんなで一緒に。行こうみたいな。仲間たちで行こうみたいな。で、あの、フィナーレは。 え、あやいちゃんは、あの、単品で出たんですけど、あやいちゃんが出番ない時に、ドールに来てくれたりとか、フィナーレ出たりとか。そういう、こう、フレンドリーな。なるほど。はい。フレンドリードールズでございました。はい。で、やりまして。はい。え、あ、なんか、写真は見た。なんか、あの。見た。あ、そうですね。なんかね、風が強かったんですよね。風強かったんだ。風強くて。あ、でも、一日だけ。 一日だけですね、うんうん、みんなで飛ばされドールズをやっておりましたね。ねはい、今回はだから二日間出るということで。二日でるの初めてです。松さんは。二、うんまあ、日間で今回出るんですけど。はい、えっと、まあ、日にちが。え五、ー、月の二十五と二十六。二十五、二十六です。25ですはい。二十五は、えー 駅のいうところで開催されままますす、はい、そこでで、はい、ずあって、はい、2> 2日目は千千千葉葉葉駅駅の付近と、えー、付近と千葉中央公園で、はい、やり両日3ステージずつするんですけれども、はいまあ、また、あのー、今回はドールではなくて、まあ、僕がこう。 出てくわけけですどミュージックサーカスで出ますと。で結構な今回は数でメンバーがねメンバーが結構な数で出るんですがボーカルパーツ石ジ DJ オリーブマチココーラス菊池誠とまあそうなんですけどパフォーマンスも僕らしますまず基本的に。しますします。 ダンスアンドドールかなとまいずみちゃんがいてブランシェちゃんがいてモモナちゃんがいると加松モモナちゃんですねいるとそしてギタリストあの北海道から来ます飛んでエリックが来てまあそのメンバーでってことは四の四の七七人ですね大合唱でですね七名で今までで多分一番多い かなうそうですねはい<で>ミュージックサーカス多いですね、うんえー、まあだからなので結構華やかですようん、うん、なので、えーまあ、ぜひねあの見に来てほしいなとて僕もねあのおもう結構昔なんです中央公演は覚えてるんだけど、はい、あとな前あのキボールとかあと、はい、マルセがやってた、はい、マルセの中のど真ん中でも うん、は,いはい、交差点み、ね、交差点の真ん中でなんかあるんですよね、ポイントがね。した記憶もあったりとかして、なので、まあそれも含めて楽しみかなとまあ、うん、思っておりますけれども、まああのマシコちゃん的に自分自身の見所をお願いします。はい、えー、練習してるしんな,なんて言ったらいいの、練習してることがあるので、<ー>はい、あの。 パツさんが見せ場を作ってくださったので間に合うように頑張りたいと思いますそうですあのヒン,ヒントというかちょっとだけ話すと何をやるかはちょっと秘密ですがもう見てほしいので、はいえー、しょっぱなしょっぱなかましますマシ子ちゃんが、はい、かます予定です頑張ります、はい、なのでね楽しみにしてくださいこれちなみにまだ二人しか知らないんで <laughs> 他のメンバーもあのまだリハやってないから知らないんですけどまあ そこがまずは見どころですね今回はなるほどえあとはありますかそうですね苦戦してますはい頑張りますあとあのあれだねサンプリングの音だねあそうですねいつもの「パオ」と「パフパフ」がね大きいという大きくて長いという大きくて長いんですよね「パオ」ぐらいのな感じなんで パオぐらいで探してます。あれマジコちゃんあれパオっていうんだね。僕の中ではポンなんだけど。ああ。パオでね。菊池さんはポン。あれパオじゃないですか。パオはなんかなんか象っぽくね。パオ。なるほど。じゃあえっとマコくんのあの見所は。そうですね。とうもろこしですね。もちろんパンとマイムなんだけど。 あのトウモロコシのこの間僕そう誠君にはもっとシャカシャカを小刻みに頼むという、うん、タンバリンの芸人ばりにって言ってるんで、えーはい、皆さん見どころは、はい、あの大将いだけの時の、えーえー、誠君のシャカシャカをトウモロコシのシェイクのね、はい、あの細かさをぜひチェックしてほしいなと曲に合うのかなってちょっと不安なんですけど <laughs> いいよ大丈夫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 もう前の方まで行っちゃった。あらら はいやってほしいなと。はい。思ってますけど。はい。あの、まあ、大体とかも、ほら、パントマイムでさ、あの、いろいろやってるけど。はい。毎回考えはするの。もう、その時のノリで。あ、それとも、もう決まってる?。やってること。まあ、大体決まってくるんですけど、大体。その場で。うん。思ったことやろうとはしました。はい。なんか、正直さ、僕らやってると、み、見られないんだよね。ああ。あの、本当僕も、僕らがやってることとか、見、見てない。だよね。だから。 まあ後から映像で見たりとかしたら分かるんだけど基本的にやってる最中ってみんなが何をやってるかっていうのは僕も見ようと思ってるんだけどなかなか自分のことで精一杯で、ねはいっぱいでね。じゃあ,あの皆さんだからまあ今回あでもあちこちはそのまさか最初にねあの DJ じゃなくて身体表現の中での新しいことにちょっと披露するっていうねあのものありますので、はい、誠君もせっかくだからね、まあ、シャカシャカもそうだけど、うん、パントマイムでねまたなんか新しいもの盛り込んでいただいて。うん、はい あとは人形ちゃんたちがね、どういう感じで。それぞれ多分考えてるでしょうきっと。今日、あの練習会でつのちゃんと、一緒に練習しましたよ。あ,あ、そうですか。はい。あの、ブランシェちゃんは、どう、どうでした。上手になってるんです。この間のほら、あったじゃない、えっと、この間、えっと。大道芸博、中野の、え、四季の森公園。あの、ステージで、ね、やったんですけど。まあ、あのー。 ね、ブランシェちゃんも今ちょっと爆発を踏んでいる最中だからね,そうですねどんどんこうステージ慣れしていくのかなっていうふうには思います、うん、でもやっぱりあの音の取り方とか人形としてのパフォーマンスがすごくやっぱ上手になってるので楽しみだねいやもうあのステージングにも慣れてきたそのテクニックのもともとできる部分も遺憾なく。 もっと素晴らしく発揮されると思うので皆さん是非あとえー、と泉ちゃんねそうですね。泉ちゃんはまあもちろんその人形とか上手じゃない、はいはい、どういうふうな和、はい、泉ちゃんちなみに初って言った初サーカスあのサーカスミュージックサーカスにあの入ってパフォーマンスするのは初だから初です,、ね、すんごい考えてパフォーマンスしそうだね、うん そうです、ね、楽しみですね楽しみあのー、もうノリノリの桃菜ちゃんのね、えー、パフォーマンスもね、はいえー、ぜひ皆さん楽しみにしてほしいですねそうですねなんか見せ場の作る場所が多分本人の中でちょっと決まってきたのではないかと動画とかを見てると思うのでう、ねうん、なんかより伸び伸びとはじけて。 だからもうこれからじゃないもっともっとこうなんかパフォーマンスが、うんねえー、パフォーマンス力が上がっていくんじゃないのかな思いますけれどもね。パさんの見どころはもう全部俺は全全部部俺、うん、でもねあのえっ、ー、と言うと、はい、あのロボティックワールドは結構ちょっと僕のソロ的にやるんで、はい、もうガチ踊りするんで,そ,で、ね、それはもう楽しみにしてほしいのと特に「あのい 毎回応援に来てほしいんですけどちょっとずつ上手くなっていってるんで歌そうです、ね、ちょっとずつですけど、はい、上手くなっていってるんであっほんであち,ょちょっとずつ上手くなってんなっていうふうに見て頂ければそうですねあのですパーツ石場55歳、はい、成長物語を是非でやっぱ上手くなっていかないとせっかく教えてくれてるね千景、あのー、先生、ね。ちゃんにさ、はい やっぱ申し訳から申し訳あ立たなんからそ、ねね、んなに親身に教えてくれてるんでね <laughs>、はい、一生懸命やってますしもともとの原曲を作ってくれてるね岩見智さんとか、はいえー、下町兄弟さんもね、はい、僕がこう頑張って歌ってるの喜んでくれてるしね生でギターを弾いてくれてるリックがね、まあ、隣にいてやるわけですから音楽としての僕ねもう見てほしいなと思っております。はい えーまあ、そんなところでしょうかね、全員、ねうん、言ったかな、リックさんも、うん、あのこの間、新しいギアを手に入れて、そ<う>なんかやってましたよねあとはリックも新衣装あそうですね、はいうん、やっぱ生ギターがこうさ入るだけで、違うんだよね、ライブとして。やっぱりあの まあ千葉はね一緒にこう2日間6ステージやるんでねあの楽しみですね楽しみですぜひ皆さん見に来てくださいであの皆さんの応援が頼りですそうだね頼りですよ一緒に踊りましょうね僕らもあの楽しんでやれればいいかなと思っておりますのでぜひあの誰かしらの SNS を見るとこの3人のあの 交番とか分かると思いますので、はい。うん、僕のブログブログ見ると分かりやすいかもしれない。全部今ちゃんと載せてるんで、はい。はい。じゃあ千葉大動け、ね、よろしくお願いします。お願いします。来てね。バイバイ。太平洋さん、ね、はい、主催でいらっしゃるので、はい。会えるのが楽しみです。はい、お待ちしております。